皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回もエンちゃんとアームやっていきましょう。ってことでね、前回ね、見つけていただきますって言ったんですけど、ちょっとね、どこにあるかわからなかったから、いろいろ見てたらここにありました。では上行きましょうかね。修行積んで、アツマもまた一段と強くなるんかなと、その前に VP 回復していきましょう。だいぶだいぶ VP がね、なくなってきてたんで。では行こう。おー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 、準備は万端か。主権者のイメージがな、ちょっとな、俺も違いかった。 OK、 そんじゃ修行の内容を説明するぞ。おめえらにやってもらうのは、この先にある最小の社からあるマテリアルを取ってくることだ。マテリアル、この先にある、なんだって。最小の社だよ。この先に最小の社があるんですか。なんだ、知らずに来たのか。もうかつなやつらだな。やつらだな、ほんまに。だって、てっきり京都シティっていうか、京都城のどっかに最初は封じられているようなもんだと。常識に縛られんなっつっただろ。つっただろ、まったく。都市の地下深くに埋めて閉じ込めたり、水攻めで封じようなんてのは、東の方の堅苦しい考え方だ。東の堅苦しい考え方。最初はな、山と共にあんだよ。山と共。そうだ、最初を押さえつけて封じるのではなく、逆に力を恒常的に吸い上げることで最初は封じられている。どういうことだ。そういうことや。だからね、最小の力を吸い取って、 それを山に返してんだ。それはすごいね。おかげで封じている上に周りの山も豊かになる。いや、ただ押さえつけるよりもずっと理にかなってるだろうが。かなってる、かなってる。京都の人って頭いいんだな、意外と。意外と、なんだ、湿気なやつだな、てめえ。湿気なやつだな。とにかくだな、おめえらが物を知らないおかげで、らい長さで話の腰が折れたが。まあ確かにな。おめえらは、最小の社の祭壇にある、コアマテリアルを取ってくりゃいいんだ。なるほど。けどさ、デビルゴーレムなんかに近づいたら、危なくないか。危ねえから修行なんだよ、このすっとことかい。すっとことかい。危なくないのは練習とか、お稽古っつんだ。練習とか OK かな。大体な、あんたが危なくなったら、ちゃんと殺してくれりゃ、なんの問題もないんだ。いや、絶対殺せよ。絶対殺しましょう。絶対殺しましょう。ライガー言い方。自信を持って受け負われるといいのか。まあいいや。まあいいんかい。頼むぜ、ライガーさん。あのさ、修行ってやっぱ、二人っきりでやるんだよ。な、なんでだ。いいぞ、何人でも。どうせ最後は人数は関係ねえからな。そうなんだ。え、あ、そうなん。よかったわ、これでアツマの最後を見逃さなくて済む。最後カーリーン。カーリーン。冗談冗談。ほら、行きましょう。ち、わかったぜ。ま、アイテム取ってくるだけなら楽なもんかな。よし、行ってくるぜ。行ったか。あ、行けねえ。そういや、万人のこと言うの忘れてた。な、いいやな。細かいこった。絶対わざとやろ。主権じゃ、お前絶対わざと言わんかったやろ。マジそれ思うんやけど。大丈夫か、アツマ。資源上、霊域。ちょっと待って、どこ行けばいい。ひとまず最初の社は奥にあるから、ひとまずこっちに行ってみよう。うん、こっち行って何があるか見ていこう。絶対何かアイテムはあるはずやと思ったらいけなかった。
あ、こっちには逃げた。それ、なんか今、なんか調べるとかなんか載ってたね。調べんかったけどさ。で、こっちには、これで終わりか。ちょっと見させて見させて、何があるかどうかだけでも見させてほしかったわ。この中は敵、うわ、こいつ。あいつ強いにはな。消えてさ。そうやったが。あ、終わった。エゴ。エゴやな。声持ってるやつだけが強いねんな。だからちょっとな。焦るねん。なんかある？おうおお、クボ持ってるやつあるから、ていい。2メートルか3メートルいったところで出てきたよ、またもう。興奮せんといて、いやー、このパターンやめよう、このパターンやめよう、エスケープしよう。逃げるが勝ちってね、逃げるが勝ちってね、ほんまに。こいつや、こいつ、こいつ強いねんなあ。こいつは、こいつが強いね、はっきり言って。ちょっとびっくりするで、ほんま。どんだけ出てくる。あ、サビ、あ、よかった。十字にね、十字の方に、乗ってきたわよ。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 めんどくせぇ。何そればっか、何でそればっか、何でそういうこと。痛い痛い。ちょっと待って、魂呼べたのね。そういうのいらんから。よっしゃ、1匹400倒れた。強すぎてんか。あー、前回やっとこう。これやっとこう。あとこいつは何しとく。はい、勢いダンスやっとこうか。いや、ちょっと CX スキルドリンクに使っとこう。直せ。よっしゃ、頼むで、頼むで、ほんまに。うわ、すごい。いや、あかん。強すぎへん。なあ、なあ、これあかんわ。痛い痛い。なんでそればっか、なんでそればっかする。よっしゃ、一匹倒れたもん。よっしゃ、あと一匹。あー、カリンも倒れた。こいつ強すぎ。こいつ強すぎ、ほんま。どこ行ったよ。青色、わらしコア。わらしでいいんか、どうしていいんか。あの、ミュージシャンにもね、いるじゃないですか。とある T のつくやつ。とある T のつくやつ。だから、どっちなんかなって一瞬思ってもたんやけど。うわ、うわ、こいつら、こいつらあかん、こいつらあかん、こいつらあかん、こいつらはあかんで。今日のとこは見逃してあげる。うわ、結構下がるやんか。まあ、でもどっちみちか結構下がるからさ。5以上は絶対下がるからさ。VP。逃げといていいと思う、あれは。何かある？いや、何もなさそうや。いや、何もなかった。いやー、来るだけ無駄やったし。ちょっと待って、マジか。あー、踏み切りだけならいける。よっしゃ、行け。行ったねー。よっしゃー、オーバー。グラビティ炎よ、ナイス。
それは逃げた方がいいと思う。さすがにな。よーし、あったね。よかったよかった。何がある？勇気専用アンパワーショット。何それ？スキルやろ？いや、ちょ、そこ違う、そこ違う。勇気、勇気。アンパワーショット。体内の敵のパラメータアップを解除する作業です。なるほど。いや、所持 SP やばいことになっとるよ。ちょっと、まあ、今回終わったら成長させておくわ、裏でな。SP、こんなに溜まってることに気づかなかった。前まではさ、2万とか、そこらへんやったから、まだいいかなと思ってな。そのまま置いといていいよ。だいぶ上がっとった、今回。待ってよ、あれじゃないことを祈る。おっしゃ、あった。やばいやろ、SP だいぶ増えたな。2100円。すごいな。1匹あたり600か700ぐらいあるのか。それぐらいあるのにな。4620、あ、じゃあちゃうか。500か、500ぐらいか。あ、こいつら、あ、逃げだけ。あ、なんか助かった。完全に逃げるけど、それじゃなかったら俺は普通に戦っていく。一気に反応するのは無理。あれは無理。スピード高いね。結構獲得経験値がやばいな。で、あい、で、あい、1メートルも行ってないぞ、まだ。出てきすぎちゃうか、興奮しすぎちゃうかとっていうの。まだ2匹か、よかった。助かった。よっしゃ、ナイス。くらえ、くらえ。よっしゃ、ない。よし、さらに終わりやろ。さらに、いい調子で行けたかな。そろそろ無事にしねえか。こいつ1体 SP 700もらえんや。へえ。これなんかここら辺前さ、泳げるんかい、泳げるのかい、泳げんのかいっていうの。ここにもアイテムがある。あてい、上がる思って先に出てきたよ。風呂ちゃうよ、この水の中から。上がる思って先に出てきたし。そういうのやめてよ。予期せんところやからさ。行くよ。はい。よっしゃい。おい、リリー倒した。ナイス。ナイス攻撃。あいつな、めんどくさい敵やからさ。譲りは。これでオッケーね。上がれるわ。こいつこいつどうだ。なんや、 TV タブレットか。マジか、マジか。タブレットはいらんな。いかい、あ、いけ、焦った。なら、あとは向こうかよね。道なりに行くだけやね、あとはね。こっちには、あ、行った。タブレットでやったり、スキルでやったりした。宝箱が置いてあったからね。
次行くのには炎よ、ギャッ、ギャッ、ギャッ、遅い、ギャッ、下げられた。横一列に並んでるぞ。私でもです。じゃあライガー。ああ、もう終わらなかった。ライガーで終わるから。で、あとは、その前に勇気の VP がやばいな。ちょっと回復させとくか。ああ、一桁のやったらやるか。やっぱね、そこら辺は、キリストカントロね、何回も使わはめになりそうな気がする。やっぱ、そんだけ戦闘もしてるってことやからね。さあ、出てきすぎちゃう、さっきから。興奮しすぎちゃうかも。もうちょっと続けてくれてもいいよね。なあ。やばいな。VP がだんだん高くなっていく。ちょっと回復するやつも。始めるこれさ、その前にさ、VP 回復させるやつ、1個使ってもだからさ、あんまり使いたくないわけよ。だからやねんよな、で、あ、こっちだって。ああ、あってるっぽいな。社は、あそこで、峠？峠。いろいろ行くとこあるからね、ちょっと、ああ、もう、出てきすぎもう。カームダウンして、カームダウン落ち着いて、ダイドマジで見せてエルは言わんっていうね、まず相手ですね、英語でね、エルに出てる文字あんまり発音せんやつが多いから、それで通じんかったこともあったしね、うん、高校の頃ちょっとオーストラリア行ってうん、これでね、指さして分かったけど、一応ね、このコーラって日本語表記やからコーラって言うんであって、はっきり言ってね、あれ、海外で行くとね、コーラでは通じないんだよ。コーですからね、コー。DJ コーじゃないですよ。普通にコー。そういう意味。LA は発音せえよ。びっくりしたわ。そんな風に言うんやろ。その時初めて知ったわけ、ね。それにもずっと覚えてる。何人かこれ。エーテル注入器やった。あれが最初の社かな。そうやろね。ああ、まず間違いないだろう。けどさ、橋とかかかっていないけど、どうやって中に入ればいいんだろう、うん。エーテル注入器は、おそらくエーテルを注入して仕掛けを動かす。道が開けるってことだな。よし。エーテル集めようぜ。うん、集めよう。うん。あ、VP 回復できる。しとこ。ちょっとこっちも見ていきたい。どうでも構成できるんじゃない？あ、やっぱできた。バジリスクか。ああ。大抵一回やったら後できんなんよな。それがちょっとな。あれ何？あ、エーテルか。あれ何？って。いや、今エーテル注入器やったやん。まあ、今回はまあ、あともうちょいして終わりにしましょうね。あ、嘘、逃げ。逃げ、やめて。一匹集中攻撃してくれた方が嬉しいよ。わあ、あかん。
ちょっとあれ、あんな待って、やめてボートでやっとうかな、ちょっとやばい、あ、いけた、怖い、あ、終わった、よかった、よかった、マジで。こっちはこれだけか。エーテル注入。こっちに何もないの。で、あ、行ってもうた。行ってもうた、ね。バトルになってもうたって。行ってもうたって。行ってもうた。やってやるぜ。よし。これでは戦闘が楽になりますね。乗ってきたわよ。あ、どうちゃった。アイキック回復させよう。超だってよかったわ。よっしゃい。行き終わった。これで終わったかな。よし、待ってね。グライムさん、敵どこ入れなかった。で、こっちは、何かありそうやな。何かがありそうやわ。アイテムがありそうやわ。エーテルではない。あ、エーテル。エーテルの方か。エーテルの方か。なるほど。ひとまずこの二つ注入しとくかな。で、今回それぐらいにして終わりにしましょうかね。おいおい、出てくる。からの、戦闘。うわ、おるやな、おるやないの、結構結構おるやないの。暴れろ。さやか見せて。さっき終わった。よし、ナイス。よっしゃ、おーし、見えた、見えた、おっしゃ、確かに見えとった。勇気やパンチラが見えそう、見えそうで、はい、流れなさい。そう言ったらまあ大地、オーバーブレイク。やった、さらに磨きがかかったわ。ちょっとクリスピーやばいな。2500とかってさ、普通に前やっとった時あんまりなかったよな。ちょっと注入してみます。1個目、注入。ああ、なるほど。あと2つか。なるほど。理解した、理解した。じゃあ、あとこっちが。あそこに1個あるね。よし。だからそれ取って、あとは、ここ側か。あ、じゃあい。もうちょい、ちょっと、もうちょい、ちょっと。ちょいちょっと出てくるの待ってくれたら嬉しかったんやけどな。何匹？二丁拳銃が火吹くよ。譲り入りでよかった。私も行くわよ。譲り入りが多かったよ、めっちゃ良かった。おっしゃ、ナイス。よっしゃ、ナイス。行くよ。よっしゃ、どうだ、よっしゃ、あともうちょい、あともうちょい、あー、これ、あー、やられた。ゆすりはの得意ね、でもな。ゆすりはほんまうざいわ。よいしゃい。それでも手やだ、これ。手やめ。それだよ、で、あと1個やねんな。あと1個はこの峠の方かな。はっ、嘘。え、ちょっと待って、これさ、生きるとこ割れへん、下の方でさ。どういうこと。あ、なんか、いけそうな予感がする。
あ、泳げた泳げた、よかった。ちょっと狭い、はい、ちょい待て、出てくるの早すぎな、まちまちやねんけどさ、出てくるヒントださ全然走った瞬間に出てくる時もあるのさ、全然出てくる時もあるわけだから、もうちょっと統一してほしいっていう、この秒数を決めてほしいっていう感じやね。あ、また出てくるやろ、これこうやってこうやってさ、すぐにさ出てくる時もあんのにさ、もうちょっと秒数決めてほしいね。むざむざやられちゃって、ちょっと待って、よいしょ、いけ、ベアベア、よし、ナイス、あと3匹です、おお、終わった、終わった、1匹、2匹、終わった、3匹、終わった、よし、よし、行く、マジでそういう気になるから、よいしょい、終わった、よし、じゃあここ行って、多分この先にエーテル注入器に入れるはずのエーテルがあるはずや、ちょっと出てこんといて、頼むわマジで出てこんといて、出てこんといて、2匹とかだけやったら やからいけますよ、いけるそれは見ないと、嵐やばく4匹出てくるやつ、先は行くよ、だから戦うよ、さすが、あともうちょいで、あ、え、あれ違うし、え、アイテムの方やし、エーテルはないし、エーテル、ちょっと待って、ありか、8000ティタブレット、8000か、でも別にいらんねよな、タブレットタブレット今いらんねよな、はっきり言って、ちょっと待って、よいしょい、水よ、いや、水よ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 、ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトルゴジョン縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。では、さらば。